ダイハツの文法に沿って作られてる骨の髄まで理解してるんだな。後編ではですね、トヨタのライズ、こちら実際に乗ってみた感想を述べていこうと思います。まずはちょっと上り坂に差し掛かってますので、アクセルをちょっと強めに踏んでみて、でパワーモードに入れてみてですね、エンジン音をお聞きいただければなと思います。私の動画だとですね、エンジン音をお聞きいただくときに動画の音量を上げてるんですね。なので実際よりも音をうるさく聞こえてしまってると思うんですよ。なので、私の動画をご覧になるときは、エンジン音がうるさいかどうかっていうよりも、そのエンジンの音がどういう音なのか、音質、自分が好きな音なのかというところを、チェックしてほしいなというふうに思うんですけれども、でこのエンジン音にしても、エンジンのフィーリングといったものにしても、やっぱりですね、ダイハツとトヨタの連合、これは日本人がどういった車を好むのか、あるいはどういった車が売れるのかということを、もう骨の髄まで理解してるんだなということが、車全体を通しての感想ですね。これは売れるよなと。さすがに登録者で1位になるってところまでですね、上半期想像してたかどうかっていうところまでは微妙だと思うんですけれども、コンパクトな SUV として、驚異的ともいえる水準の売り上げを達成しているこの車なわけですから、例えばディーラーなんかに行って、でこの車をですねちょっと試乗してみたりして、そういうふうな時の印象だと、そりゃいい印象だと思う人が大半だよなっていうのが、これまで乗ってきた感想ですね。本当によくできた車だと思います。悪く言えば、あえて悪く言えばですけれども、ちょっと大衆迎合的なところもあるかな、なんかポピュリズム的なところも感じる車ではあるというところなんですよね。じゃあそういったところは、どういう意味かっていうのをちょっと一個一個説明していこうかなというふうに思います。まずエンジンですね。1リッターのターボエンジン、これはいわゆるダウンサイジングターボ、最高出力は98馬力、最大トルクは 14.3 キロですね。メーカーのですね、ウェブページを見てみると、1500cc の自然吸気並みのスペシフィケーションだというふうに歌ってるんですね。で、個人的には 1500cc の自然吸気よりはちょっと低いかなというレベルのフィーリングではあるんですけど、でもおよそ元気だと言っていいと思います。そもそもだって車両重量が970キロしかないわけですから、 FF の場合ですね。14.3 キロっていうトルク、これは十分ですよね。で、街中なんかで走ってると、ちょっと踏んであげただけでギュンとですね、車が出ていってくれる、元気だな第一印象っていうことなんですよね。で、これが非常に大事なんですよ、車に試乗した時お客様に与える印象としてってことですね。やっぱり試乗した時に車乗って、エンジン元気ないなって思っちゃうと、やっぱり大半の人は候補から外しちゃうんですよね。馬力よりもトルクに振っているダウンサイジングターボ、そして3気筒エンジン、これは日本で売る車としてはかなり理にかなってるんじゃないかなと思います。じゃあ高回転側はどうなのかっていうと、やっぱりですね、3気筒エンジンでダウンサイジングターボ1リッターということなので、そりゃ伸びはいいということはないかなというふうに思います。ただ非常にですね、低速トルクの厚いエンジンで、かつダイハツのですね、 DCVT って言って、優勢ギアを使って高速域でも CVT なのにエンジンの回転数を低く抑えてくれる、で、トルクの厚いところをちゃんと使ってくれるっていう CVT のセッティングになっているので、およそですね、高速道路でものすごく追い越し車線をぶっ飛ばす人とか、あとはもうとんでもなくアップダウンのきつい高速道路を走るとかですね、そういうことでもない限りは、そんな不満に思うことはないかなっていうふうに思うんですよ。確かにその高回転使っちゃうと、ワインディングみたいなところを高回転維持しながら走っていこうとなると、確かにちょっと高回転が伸びな物足りないかなって思うところもあるんですが、
だってもうどう考えても実用車ですからね、この車は。ラブ4とか、ハリアーとか、そういった車、もしくはですね、ヤリスも、スポーティー的な性格がある車なので、そういった車と比べても、もうより実用車っていう性格が強い車なので、それで私は別にいいと思います。で、二つ目は、静かなんですよ、この車。ダイハツの1リッター3気筒、自然吸気のやつ。これ何台か今までパストとかですね、あとタンクだったかな、とかで乗ったんですけれども、正直そんないい印象なかったんですよ。結構ガサツな回り方するなっていうふうに思って。ただ、これターボがつくと、結構上質に回るなっていう印象なんですよね。だから、今こういうですね、街中を、ゆっくりのペースで走っていると、エンジン音がですね、すごく静かで、3気筒なのか4気筒なのか、本当に高回転まで回さないと、大体の人は区別つかないんじゃないかなというふうに思うんですよね。3気筒エンジンらしいガサツなところっていうのを感じないし、エンジンの振動もですね、3気筒としては非常に少ない。なんかむしろ4気筒の車で、設計の古い4気筒エンジンの車とか乗っていると、これより振動の大きい車あるよなっていうふうな印象なんですよ。それからもう車の形状見て、もう多分車好きな人とかはとっさに分かるんじゃないかなと思うんですけれども、結構ボクシーで、あの前の部分、ボンネットの前がですね、こういきなりストンと落ちてるんですよね。だからとってもですね、四隅が分かりやすい。車の狭いところなんか走る時も非常に分かりやすいし、5ナンバーにサイズが抑えられてるっていうところもあると思うんですけれども、それ以前にというか、それ以上にですね、車のその設計がいい、視界に非常にこだわってるなっていうところがよくわかるんですね。だこの3点ですね、やっぱり乗った瞬間に、大半の日本人といいますか、そのディーラーに来るお客さんが、あ、いいなって思わせる要素、エンジンが元気、静か、そして視界がいいっていうところですね。あといろんなところで言われてますけれども、車のコストパフォーマンスがやっぱり高いなっていうふうに思うんですよね。最近の車って結構値段高いなっていうところもあるんですけれども、DNGA っていうプラットフォーム、これはダイハツが開発した、新しいアーキテクチャですけれども、軽自動車からこういった A セグメントの車から福祉車両とかそういったものに至るまでですね、非常に幅広い設計自由度を持たせたプラットフォームだということで、ただやっぱりですね、これは新興国向けの車とか、あとは、軽自動車ですね。そういったものに履かせる、プラットフォームではあるので、その中にあって、このライズ、あるいはロッキーですね、っていう車は、A セグメントで、しかも SUV ということで、一番ですね、プラットフォームというか、こう物理的に負荷が大きいというか、その同じプラットフォームの中で作るものとしては、無理が大きい車なのかなっていうところは正直時々感じるんですよね。一番感じるのはやっぱりそのカーブを曲がった時、高速でコーナーをですね、こう曲がっている時、今ぐらいのスピードだったら全然いいんですけれども、高速道路のですね、結構きつめのカーブとかを走っている時なんかだと、車のこう剛性感っていうものが、今の車にしては低い方という風になってしまうのかなっていう風には思いますね。特に最近のトヨタの車、 TNGA ニューグローバルアーキテクチャの車と比べると、やっぱりその動的質感っていう面では一段落ちてしまう。これはもう本当にかかってるコストとか、もう設計思想も違うので、これはもう本当にしょうがないって言うしかないですね。何を取るかっていう問題なので、例えばなんかボディの前の部分が剛性が足りないなっていうところが時々あったりして、でそれが前輪の接地感にたまに影響を与えることがあったり、結構カーブの途中で路面が荒れていたりする時なんかだと、車がですね、カーブの外側に持っていかれちゃうなっていう印象もあったりですね。ロールも結構出るっちゃ出るかなっていう感じもありますかね。最近の SUV にしてはってことですけれども、こういうですね、下り坂のカーブなんかを走っている時の安心感、前輪のバイト感、そして後輪の踏ん張りっていうところは、やっぱり TNGA トヨタのアーキテクチャと比べちゃうと、当たり前っちゃ当たり前なんですけども、1枚落ちるかなっていうところで、乗り心地については、
まあ、静かだっていうこととバイブレーションが少ないっていうことはお伝えしたと思うんですけれども、まあ、ハーシネスに関して言うと、まあ、やっぱりですね、これもトヨタの新世代プラットフォームの車と比べるとやっぱりそのどうしても上質感っていうのはないかなっていうふうに思って、まあ、許せないっていうほどではないと思います。ただちょっと設計が古い車みたいに感じることはある。結構路面の突き上げをダイレクトにパシパシ伝えてくるかなっていう風な感じはありますね。こうもうものすごいゴツンってくるってわけでもないんですけれども、そうですね、まあ、例えばこうヤリスみたいなこうコクッとですね、車全体の塊感を持って動いてくれるっていう感じでもなければ、フィットみたいにですね、こうふわりふわりしっとりっていう感じでもないと。だから結局ですね、まあ、同じような値段の車で考えるんだったらスポーティーな車にするんだったらヤリスがいいし、室内空間広くてこうラクシュリーな車に乗りたいんであればフィットがいいと。でどうしても SUV じゃなきゃダメだっていう人がライズを選べばいいかなっていうふうに思います。その乗り心地の上質感っていうところで言っても、やっぱりそのホンダの新しい車とかトヨタの新世代プラットフォームの車に比べるとちょっと落ちてしまうところがあるなっていうところで、まあ、こういうふうに路面の継ぎ目、橋脚の間みたいなところを通った時もゴンプルプルゴンプルプルみたいな感じでちょっと跡が残ってしまうっていうところがあまり現代的ではないのかなっていうところで、ただこれ最初にも言ったように本当にエンジン音も静かだし、風の音もですね、なんかほとんど聞こえない。こんなに正面がですね、こんなに直角にですね切りかかれてる車なのに、 CD 値すごい悪そうなのに全然風切り音が聞こえ、まあ、全然というか、まあ、若干ミラーからシューッと音聞こえますけれども、まあ、そう無視できるレベルだなって思いますね。だから、まあ、なんていうんですかね、その車の実際の揺れの割には乗り心地悪いなっていうふうには感じない。まあずるいなっていうふうに捉えるか、まあそれも技の一つだよねというふうに捉えるかっていうところですね。ちょっと一個改善してほしいなと思うのは CVT なんですよ。私ダイハツのこの DCVT 初めて乗って、でちょっと期待してたんですよね。高速域で優勢ギアを使うことによってエンジンの回転数を抑えてくれる。確かに今高速道路走っててすごく静かですね。それはいいと思うんですけれども、加速をし直そうみたいな時ちょっとギクシャクするんですよ。まあ、あとはギアを選択して走ろうという時でもなかなかその自分の希望のギアに入らないとタイムラグがある。で変速した時もカチッと決まらない。こう回転系を見ててももうモワーっていう感じで、 CVT 特有のですねラバーバンドフィーリングはダイハツの車昔からそうなんですけど、まあそんなには感じないんですよ。だから本当にあと一歩だと思うんですよね。まあこれ CVT に関連してだと思うんですが、アイドリングストップもちょっと最近の車にしては制御が雑かなって思うんですよね。まずエンジン停止するとき、まあ走行中にエンジンを停止するんですけれども、10キロくらいですかね、でエンジンが止まるんですけど、その時にこうブレーキを一定で踏んでてもガクってですね前につむめてしまうんですよね。最近の国産メーカーは停車前にエンジンを切るスタイルのアイドリングストップを搭載した車でも、そういったところは結構克服してるメーカーが多いので、そこはぜひとも頑張っていただきたいと。アイドリングストップ、あと復帰する時もですね、アクセルを離して普通に復帰してしまうとかなりショックが大きいですね。最近の車にしてはショックが大きいと思います。なんかちょっとダイハツってアイドリングストップの質の向上みたいなところにはそんなに興味がないように昔から感じるんですよね。トヨタのライズ全体として思ったことなんですけれども、やっぱりこれダイハツの文法に沿って作られている車だなっていうふうに思うんですよね。例えばですね、ウィンカーの音、ピッピッピッっていう音だったりとか、エンジンの音だったり、レバーの一個の質感とか、セルフアライニングトルクがですね、ゴムで引っ張られているようにビヨンって返ってくる感じとか、ダイハツがダメだっていうわけじゃないですよ。
ダイハツがダメだっていうわけで全然ないんですけれども、あの文法がダイハツなんですよこの車。だからまあダイハツっていうメーカーはですね、ほとんどの自動車メーカーがですね、走る楽しさ、走る喜びみたいなことをキャッチコピーとしている中にあって、こうやっぱり人間生活中心、人の生活を豊かにするツールの一つが車であると、まあそういうふうに私は解釈してるんですけれども、なかなか珍しいメーカーなんですよ。その車の運転する喜びっていうのを前面に押し出すことをしないメーカーっていうのはですね、これ世界的に見ても非常に珍しいと思います。でそういったことを考えると、使いやすい車をより安く提供する、そういった使命をですね、あのダイハツっていうメーカーはしっかり全うしているんだな。だから私だったら正直言うと、まあ、もう少しハンドリングのいい車、上質な車、運転していてですね、あ楽しいなって思える車に乗りたいなっていう思うところではあるんですが、こういう車もですね、まあ、私たまに言ってますけれども、こう気軽に乗って気軽に降りれて、まあ、そういう車もですね、非常に世の中にとっては重要だと思うんですよ。そういう車までですね SUV になってきたんだなと、まあ、それをちょっと実感するような車、それがライズだったかなっていうふうに思いますね。冷静に考えればやっぱり同じ値段出すならヤリスかフィットの方がいいような気はするんですけどね。はい、ということでですね、今回はトヨタのライズ、こちらに乗ってまいりました。この動画がですね気に入ってくれた方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録と、それから Twitter、Instagram のフォローもぜひお願いいたします。それではまた皆さんとドライブできることを楽しみにしております。セミクロでした。